人の思いが時を超えた記憶、人の思いが運命の門に到達した記憶。てってれー。だからあってそうそう、ティーナティーナ言うな。2010年夏、シュタインズゲート世界線にたどり着いてから1年が経過した。だからほら、あの、いつもいるこのラボの設立者の。それは僕だお。何かがおかしいのよ。そんなことしたら私だってやっとタイムリープマシンでここまで来たのに。なぜ作った？タイムリープマシンもタイムマシンも絶対に作ってはいけない。ほっといたらここから消えてしまうのよ。しかしマユリは死なない。クリスも生きていける。私が言いたいのはそういうことじゃなくて。俺のことは忘れろ。忘れることなんてできるわけない。だってあなたをずっとずっと前から知っている。ずっとずっと前から思ってる。これからもずっとずっと忘れないで。どの世界線にもいて、あんたは一人じゃない。どこにいようと私が見つける。あんたを観測し続ける。劇場版シュタインズゲート不可領域のデジャブ、全ての思いは世界線を超える。